はいどうも林です。8月9月のクソ忙しい2ヶ月間がようやく終わりまして、再び実況に時間が割けるようになってきました。まだね、10月末の超パーティーまではね、忙しさの余韻が残っててちょっとね油断ならないんですけれども、ポケダンやらマリオメーカーやらの誘惑に負けずにね、また頑張って動画投稿していきたいと思います。というかね、もう本当に最近マイクラできてなかったんでね、禁断症状が出てましたね。手震えてました。しばらくはちょっとマイクラに没頭したいかなと思います。前回海底遺跡を攻略しました。まあ、まだまだ探索は甘いんですけれども、まあ、仮に一通り探索したとしてもですね、獲得できるシーランタンやプリズマリン系のブロックっていうのは、前回手に入れた分から推定するに、まあ、たかが知れてる感じがするんですよね。特にシーランタンですね、元から海底遺跡にある分なんて建築してたら、多分ね、あっという間になくなると思うんですよ。まあ、ただですね、前回のようにガチンコでガーディアンをこずき回すだけではね、ポーションとダイヤ装備の耐久度がいくらあっても足りません。前回ね、地味にレギンスが壊れてましたね、最後。全然気づきませんでしたけれども、収録してる間は。まあ、何が言いたいかというとですね、後々のためにガーディアントラップの制作を、もう始めちゃおうかなと思います。ガーディアンが湧く範囲は、詳細は省きますが、海底遺跡のど真ん中を中心にして、56×56 の範囲の、海の中、水の中であるようです。わかりやすいように、丸石でその範囲を囲ってみました。結構広めですよね。まあ、海底遺跡そのものが大きいんで当たり前ですけれども。当然、完成までに作業量もなかなかのものになると思われますけれども、単調作業がね、私は好きなんで、まあ、これぐらいがね、まあ、やりがいがあってちょうどいいかなと思います。ガーディアントラップにもいろいろ種類があるようなんですけれども、いろいろと調べた結果、まあ、とりもかくにも、まずはこの範囲の水をすべて抜いてしまうということから始めるのがいいかなというふうに判断しました。ということで、その大規模な水抜き、およびその後のトラップ製作作業に向けて、今回はいろいろと下準備をしていきたいと思います。作業量が多いと、当然多くのアイテムを消費したりドロップしたりします。前回地図でお見せした通り、拠点から海底遺跡まではそれなりの距離があります。作業に必要な資材を海底に、遺跡に持って行ったり、逆にドロップしたアイテムを拠点に運んだりするのに毎回ボートを使っていたら、それだけでかなりの時間取られちゃうんですよね。まあ、それはちょっとね、効率がよろしくないということで、今回は、拠点と海底遺跡をより短い時間で行き来するべく、ネザーを利用します。ネザーにはまだ説明していない性質がありまして、ごく簡単に説明すると、ネザーでの一歩は、地上世界での8歩分に相当します。この辺の性質に関してはね、説明すると割とややこしいんで詳細は省かせてください。知ってる人も多いと思いますしね。初見の方は、ネザーを経由すれば、移動距離が8分の1に短縮できると、大雑把に理解していただければそれで十分です。ということで、ネザーにやってきました。先ほど申し上げましたように、ネザーで1マス進むことは、地上で8マス進むことに相当します。F3 キーで座標を確認した結果、海底遺跡は、マジ拠点から、西に1926マス、北に130マスほど離れていることが分かりました。まあ大体ですけれども。ネザーでの1マスっていうのは地上での8マスに相当するわけですから、ネザーにおいて、今出てきた、マジ拠点に対応するネザーポータルから、その8分の1に当たる、西に、だいたい241マス、北に16マスだけ離れたところが、地上での海底遺跡に対応するポイントになるわけです。そのポイントにネザーポータルを作って地上に出れば海底遺跡に出ることができると。そういったわけですね。ということで、今からそのポイントまで道を伸ばして、ネザーポータルを作りたいと思います。どうやら溶岩の海の上に道を作らないといけないので、まあ、ちょっと溶岩の上での作業ということで、対価のポーションというものを作りたいと思います。これを飲むと、一定時間燃えてもダメージを受けなくなりますので、マグマダイブしても生き残ることができます。こんな感じで、溶岩の海の上に丸石でね、道を作っていきますと。こんなね、高所での不安定な作業中にガストに爆撃されたら、ひとたまりもありませんので、まあ、対価のポーションはいつでも飲めるようにしておきましょう。
ガストの攻撃っていうのはクリーパーの爆発と違ってそんなに爆発力はないんで、ある程度硬いブロックだったら破壊されないで済みます。ですんで、まあネザーで何か建てるとき何か作るときっていうのは、まあたくさん手に入って、ある程度硬い石系のブロックなんかがやっぱりおすすめですね。ちなみにですね、今石系という言葉が出たんでね、ちょっと思いついちゃったんで言いますけど、私は俗に言うところの石系塗りというものがね大好きですね。はい、大学生の頃なんかにねすっげえハマってってね、それ系の同人を買い漁ってたことがありますけれどもいらない情報だろ今のは。ドワッチドワッチ、危ねえ危ねえ、ちょっとタイガのポーション、ドワッチ MS09G ドワッチ、おっちち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 、危ねえ。いやー焦りましたね、ちょっと。いや持っててよかった、タイガのポーション。ドワッチって MS09G だったっけ。燃える男林かっこ物理ということで道を作り終わりましたと。まあ本当に取り急ぎなんで、道幅も狭いですし、囲いらしい囲いもしてませんので、ガストから襲撃されると依然危ない状況ではあるんで、近いうちねまたちゃんとした囲いは作ろうと思うんですけれども、まあ取り急ぎ作りましたと。この道の先に海底遺跡に対応したポイントがあります。ところでおそらく最初の方で海底遺跡にネザーポータルを作っていたと思います。詳しい説明は省きますが、あんな風に事前に地上にあらかじめポータルを作っておくと、多少座標がずれていても、ピンポイントでね、そのポータルにつながってその場所に出ることができます。あれやらないとね、狙っていた場所からこう微妙にずれた場所に出ちゃう可能性が非常に高いんで、ネザーでショートカットをするっていう場合は、あらかじめ地上の出たい場所にポータルを作ってからショートカットコースを作ると、座標計算としてね、作ることをお勧めします。ということで地上での海底遺跡がある場所に相当するポイントまで来ました。ここで作ったネザーポータルをくぐれば、海底遺跡であらかじめ作っておいたネザーポータルにつながるはずです。ということで早速入ってみましょうと。さあどうでしょうかね、計算上は出るはずなんですが、 OKOK つながりましたね。 OK ジャストジャスト、これでネザーを経由することで移動距離が8分の1にできるショートカットコースができました。ショートカットが目的ですので、素早く簡単に移動するためにショートカットコースに線路を敷きました。計測したところ、地上でボートを使って町拠点から海底遺跡まで向かうのは先ほども言ったと思いますが大体6分ぐらい、そして、このネザーのね、トロッコでの移動時間が大体30秒ちょいぐらいです。まあ、もちろんポータルに入ってね、トロッコに乗ったりとかいう、まあ、その乗り降りの時間なんかも考慮するともうちょっと時間かかりますけれども、まあ時間短縮、かなりの時間の短縮になっていることは間違いありません。これで、今後の海底遺跡への行き来がかなりやりやすくなりました。東京遠征で収録ができないときに合間を縫ってちょいちょいっとねデス林タウンの方をいじりましたのでご紹介したいと思います。まずは第一林ビルですね。2階の内装を作りました。1階はカフェを作りましたが、2階は事務所っぽい感じにしましたね。はい、ここがなんだ、受付で、ここがお客さんとの、まあ、打ち合わせなり商談なりをするスペースでしょうか。そして本棚ありつつ、ここがなんだ従業員のスペースで、ここが社長の席ですね。こんな感じですと。便所はいと。まあ要所要所光源も仕込んでますね。1階の天井とこの2階の床がね同じ段なんで、床に光源を埋め込めなかったんでね、それがちょっと面倒でした。だいぶ前の話なんでどれだけの方が覚えてるか分かりませんが、このデス林ステーションを作った時にですね、左右に2つずつ計4つテナント用の空きスペースを作りました。今回はその一番左のスペースに店舗を作りました。よいしょ。こんな感じのカウンター式の飲食店ですね。牛丼屋か何かでしょうか。こんな感じですと。このカウンターいいですよね。これちょっと前に別の実況者さんにね教えてもらったんですけれども、すっごい感心したんでね、自分のワールドリームを作りたいということで作らせてもらいました。よいし
そしてこっち側はなんだお店のね調理スペースですけれども、まあここは普通ですかね。冷蔵庫ありつつ、調理施設ありつつね、これレジのつもりです随分ひび入ってますけれどもね。でここがこれがなんか調味料とかを保管する箱的なイメージで作りました。そんな感じですと。あとシーランタンもね、ところどころに使ってます。経験値トラップの周りに丸石のハーフブロックを敷き詰めて湧き潰しする作業も、そうですね、だいたい半分ぐらい終わりましたかね。今後もこの調子で一番上まで敷き詰めていきたいです。最終的にはそうですね、真っ暗なというか暗い空間にこの経験値トラップだけがぼーっと浮かび上がるっていうね、怪しい雰囲気に目指していきたいかなと思います。そしてそこから伸びる、第三採掘場ですね。ここも以前はね本当にくり抜いただけでしたけれども、形にしておきました。現在こんな感じになっておりますと。第二採掘場と同じく、地上に戻って取ってくる必要のない石系のブロックを中心に装飾しております。こんな感じですね。ノーパソ勢の強みということで、東京遠征してる間、移動中の飛行機であるとか特急なんかではねずっとブランチマイニングしてました。おかげさまで鉱石類もねだいぶ集まってきましたんで、今後のね建築の助けとしたいかなと思います。ということでですね、動画収録できない間もちゃんとマイクラはやってたんだぞというアピールでございました。はい、ところ変わりまして牧場区の方にやってまいりました。今回で牧場区の開発を一区切りつけて、牧場区ちゃんとせよお前。今回で牧場区の開発一区切りつけたいと思います。はい、もちろんね今後も開発は続けていきますけれども、とりあえず一段落ということでね、今回いろいろなところに手をつけていきますんで、ちゃちゃちゃとねスピーディーに行きたいと思います。まずは羊牧場の仕上げをしましょう。壁から天井にかけてがね、結構寂しいんで、骨組みを中に作りたいと思います。あと羊も中に引き入れておきました。これも東京遠征の合間にやったんですけれども、今回はまあいろいろとうるさいという理由でね建屋作った後に引き入れましたけれども、地味にめんどくさかったんで、皆さんが似たような施設作る場合は先に羊を引き入れてから建屋的な部分を作った方がね効率がいいと思います。こんな感じでまずは角っこの部分に柱を立てていきますね。使う素材はスイッチ踏んじゃった。使う素材は樫です。今回は牛小屋と同じような感じで内側に骨組みを作っていきますね。気持ち悪っそうだな、内装が出来上がるまでちょっとスイッチは壊しておきましょう。内装が出来上がったらまたね、元に戻したいと思います。横方向の梁ですね、梁はこの辺に作って、先ほど作った柱とはこんな感じで接続したいですね。樫の原木と松の木材がね結構色味が似てるんで、この組み合わせ結構気に入ってますね。滑らかにつながる感じがしますよね。そして、反対側と、梁をね接続して、うん、こんな感じですね。それでまた天井に向けて柱を3本ほど伸ばしていくっていう感じにしたいかなと思います。また変えるかもしれませんけどね。シーランタンがね早速大活躍でございます。こんな感じになりましたと。結構天井が高い建物なんで上の方にね何もないとちょっと寂しいなーっていう気がしたんで、結構ね柱を多めにしましたね。うん、この辺は好みの範疇だと思いますけれどもね、もうちょっとすっきりしていた方が好きだっていう方もいらっしゃると思いますけれども、僕はねこれぐらいごちゃっとしていた方が好きなんですよね。羊小屋の管理はウルクススにお任せしたいと思います。モンハンクロスでも出れるといいですね。羊小屋の内装はこれで終わりです。牛舎の方にも管理人をつけました。管理ラビットをつけました。ここはうずきに収めてもらおうと思います。ちなみに私がむつき型で一番好きなのはもちづきです。牛舎に接続したサイロ、こちらに小麦俵をぶち込んでおきました。
牛のね餌を貯蔵するところって感じですね。こちら牛舎の裏手になります。ここですね、裏手に牛の餌にするための小麦畑を簡易的に作ってたんですが、まあ、せっかくなんでここもちゃんとした畑にしようと思います。景観にも合うと思いますしね。おっと、クワが壊れた。そうですね、ダイヤクワは多分今まで5、6本ぐらい使い潰してるんじゃないかなと思いますけど、この動画始めた時はこんなにダイヤクワを消費するほど長く続くシリーズになるとは思ってませんでしたね。はい、こんな感じです。元々の地形に沿って作りました。もうちょっと崩してもいいかもしれませんが、まあおいおいって感じで、とりあえずはこんなもんでいいんじゃないでしょうかね。この角度から見るとなかなかそれっぽいですね。後々砂で道を作りたいと思いますんで、置けるところはもう先に置いちゃってます。さて、前回外装を作った牧場区拠点ですが、内装がまだすっからかんなので、今回内装を作っていきたいと思います。内装を作るといっても敷地面積がそんなにないので、おそらくまあ各種ユーティリティ関係を詰め込むっていう感じになると思います。ここが廊下ですね。2階へ続く階段が奥にあります。そしてここが部屋になっておりまして、ここにチェスト、かまど、作業台の3種の神器をね設置しようかなと思ってます。そして2階へ上がっていきましょう。2階にもね部屋がありまして、ここはエンチャントルームにする予定です。ということで早速内装を作っていきましょう。はい、1階はこんな感じになりました。いやー、この必要なものだけ詰め込んだ感じね。オレンジみてえだな。なんかこの飾りっ気がないのにどこか雑然とした感じがすごくね、私の家みたい。ベッド周りはね多少飾り付けしてあがいてますけれども、ルナチックスはここで買おうと思いますね。はい。1階の廊下の飾り付けですけれども、まあ狭いんでね、適当にまあ棚とか作るぐらいでさっぱりと味付けして、こっち側にもね棚作りまして、ここは醸造台を置きましょう。ちょっとしたスペースですけれどもね、まあ牧場庫ではそこまでポーション使う機会もないんで、これぐらいの区画でいいんじゃないですかね。階段上がって2階の廊下なんですけど、屋根の形の問題でここだけ木材がねちょっと下にはみ出ちゃってるんで、絵画を使ってね隠してごまかしたいと思います。2階のお部屋は先ほど言っていた通りエンチャントルームにします。本棚を置いていきますね。本棚とエンチャント台だけボンと置いてたけど、さすがにあれなんで観葉植物でも置きましょうかね。俺もなんか植物育てようかな。サボテンは育ててるんですけどね、あれは栽培が楽でいいですね。金床を置くの忘れてたんで1階の隅っこに押し込んどきました。こんなところでトンテンカンテンやられたらルナチクスもうるさくてたまったもんじゃないと思いますけれどもね。まあウルクススとかウズキは24時間羊やら牛やらの鳴き声を聞かされる羽目になるわけなんで、まあそれに比べればマシということでね、我慢してもらいましょう。2階が出来上がりましたんでさっくりとご紹介したいと思います。まずは階段を上がると廊下ですね。廊下の突き当たりにはねえと戸棚というかクローゼットというか物置というか、なんかそんな感じのものを作りました。お部屋の方に入っていきましょう。部屋はそうですね、まあ先ほども言いましたけれどもエンチャントルームです。多少の飾り付けはしてますけれども、まあ普通ですね。特に言及するところもないでしょうか。そしてベランダの方に出るとこんな感じです。まあ前回から変わってはいないんですが、まあ、前回は見上げる構図が多くてね、あんまりこの辺は、よく見れてなかったと思うんでご紹介しておきますと。はい、ということで、2階のご紹介でした。そしてこちら、牧場区の端っこら辺ちょっと盛り上がったところがあるんですけれども、こちらをこんな感じに整地しました。そうですね、ここは駅にするつもりです。デサハヤスタウンの方からまた線路を引っ張っていきたいと思います。ただまあここの周囲であるとかね、あとデサハヤスタウンの開発の見通しなんかも、考えるとルートをね、線路の路線をどう引こうかっていうのがまだ確定してないんで、まあその辺が確定してからまた作りたいと思います、駅舎は。最後に牛舎の裏に放牧場を作ろうと思います。同時に人用のね、通路も作りたいと思いますけれども、廃校で回収した樫のフェンスが大量に余ってるんで、それを使って仕切りを作っていきます。
放牧する牛を牛舎から引っ張ってきましょう。このさっき産ませた子をちょっと外で遊ばせましょうかね。ちょっと大丈夫、お母さんにはいつでも会えるから。ちょっとあれだよ、荷馬車に乗せて売りに行ったりとかしないからさ、ちょっと協力してくれ。はい、ということでこんな感じになりました。放牧場完成ですと。うん、なかなかそれっぽい眺めになってきたんじゃないでしょうかね。この牧場区も、放牧場を作って、さらに裏手の畑も整備してということで、牛舎周辺は一通り完成してきた感じですね。羊小屋の方も放牧場ね、羊の放牧場を作ろうとか思ったんですが、ちょっとあの辺はもう少し整地したかったんで今回は作りませんでした。またもう少し整地してから作ります。ということで今回はこんなところで、今回はあれですね、内装であるとか外回りが中心で建物を建てたりっていうのはしなかったんですけれども、まあ、やはり街づくりという観点からはね、そういうのもやっぱり必要になってくると思うんで、まあ、たまにはいいんじゃないでしょうか。次回はですね、ちょっとデスハヤシタウンの方に戻ってまたがっつりと建物を建てたいと思いますんで、次回ね、ちょっと前半戦も後半戦も結構な作業量になりそうなんで頑張りたいと思います。はい、それではまた次回もお会いしましょう。それでは。